キール、ドイツ、キールは、バルト海に面したドイツ北部の都市、シュレスビヒコールホルシュタイン州の州都であり、人口24万2041人、2011年。キールは、ハンブルクのおよそ北、フレンスブルクの南東、リューベックの北西に位置する。ドイツ北部のユトランド半島の南東、バルト海の南西という地理的条件により、キールは、 ドイツ開議の中心地の一つとなった。また、国際セーリングイベントでも知られ、世界最大のセーリングイベントのも開催される。ベルリンオリンピックやミュンヘンオリンピックでは、セーリング競技が、キールで開催された。キール運河は、バルト海に面した港町キールと北海に注ぐ、エルベ加工を結ぶ運河で、ヨーロッパの重要輸送ルートである。 1233年から1242年の間にシャウエンブルクイコールホルシュタイン家のアドルフ4世により建設される。キール周辺のみがザクセン領であり、西と北はデンマーク領で、東にはスラブ系民族が住んでいた。町の中心に位置する修道院とニコライ教会は、この頃の設立。1283年に、 ハンザ同盟に加入するも、フレンスブルクとリューベックとに挟まれ、商業都市として発展することはなかった。1329年に、町の城壁が建設されてから16世紀末まで、町は、現在の旧市街のあたりに限定される。1460年に、デンマークによって並行され、1544年に、デンマーク王家の文家ホルシュタインイコールゴットルプ家の、 ホルシュタインイコールゴットルプ公領の首都となる。1665年にクリスチャン・アルブレヒトによりキール大学が設立される。ホルシュタインイコールゴットルプ家からは1751年にスウェーデン王家、1762年にロシア帝国の皇帝ピョートル三世が出ている。1773年よりデンマーク王がホルシュタインイコールゴットルプ公を兼ねた。 第二次シュレースビヒー・コールホルシュタイン戦争と広王戦争を経て1866年にプロイセン王国へと併合された。1918年第一次世界大戦の末期にこの地の軍港で起こった水兵の反乱が各地に広がりドイツ革命へと至る。第二次世界大戦では街の80%以上が破壊され後に再建されたが街の中心は 破壊前のようには再現されていない。市内で最も古いビルは13世紀の聖ニコラス、ニコレイカーシュ教会であり、前にはガイストコンプファーと呼ばれるエルンスト・バルラ派による彫刻がある。キールはシュレスビヒーコールホルシュタイン州最大の都市であり、ショッピングセンターは主な観光地となっており、近く改修が予定されている。キールのホルステンストリート、 ホルステンストラッサはドイツで最も長い商店街である。町役場、ロトハウスは1911年に建造され、パーテルノステルヤタワーのデザインはベネツヤの基礎の一つとなった。町役場の前の広場には湖とオペラハウスが隣接する。町の中心には湖や公園が数多くあり、例としてシュレブン公園、シュリーバンパークがある。 との二つの植物園が存在する。キールは海に近く、北にはキールイコールシルクセイといったビーチがあり、春と夏には人気の場所となる。キールには多くのスポーツ会場があり、最も著名なのは世界で最も成功したハンドボールクラブの一つであり、多数のドイツチャンピオンを獲得した THW キールが本拠とする。以前はバルトカイル。 バルチックシーホールやオストゼーホール、オーゼイハーラとして知られていたである。キールには、現在ブンデスリーガサッカークラブは存在しないが、ホルシュタインキールは、デプレーする。絵のような風景に、多くのヨット、セーリングクラブがある。さらに、キールには、多くの博物館があり、動物学、地質学、歴史、美術、産業及び、軍事博物館が含まれる。 有名なのは、市会寺博物館、下と、ウント・シフファールゼミューズム・ウォールバーガーホフであり、無声員ム・ミ宮教会に属している。絵画のある漆喰の天井のある16世紀からの、建築、歴史的な部屋の保存に加え、19、20世紀の都市、文化的展示品を展示する。特に興味深い展示は、キールのカーニバルの歴史についてである。ラーボエには、 第二次世界大戦の潜水艦 U995 のある人気の観光地、ラーボエ海軍記念碑がある。キールの経済は、サービス業、交通、海事産業が主である。また、ドイツ海軍の主要校の一つであり、軍事、造船において、ドイツの最先端にあり、中心となっている。キールには、 1838年に設立された造船所で潜水艦の構築で知られるコバルツベルケイコールドイツ造船が置かれる。HDW は最初のドイツ潜水艦5850年に建造し、今日ではドイツの造船所主要グループであるティッセンクルップマリンシステムズの子会社になっている。2005年時点で 一人当たりの GDP は35,618ユーロであり、ドイツ平均を大幅に上回っており、ヨーロッパ連合平均の159%である。キールは主要な半ヨーロッパ高速道路で、北ヨーロッパ、中央ヨーロッパと南ヨーロッパを結ぶの近くにある。キールには、ハンブルク、リューベック、フレンスブルク及びへ1時間ごとに列車が発着するがある。さらに、 アイス、インターシティエクスプレスがキールとベルリン、フランクフルト、ケルン、ミュンヘンを結んでいる。キールはドイツからスカンジナビア、バルト三国、ロシアへ向かう旅客船、貨物船の重要な港である。旅客フェリーは、スウェーデンのヨーテボリ、ステナライン、毎日、所要13時間、ノルウェーのオスロ、毎日、所要19時間、リトアニアのクライペダ、毎週、6便、 所要21時間へ運行されている。また、貨物フェリーは、ロシアのサンクトペテルブルグ、毎週、2便、カリーニングラード、NSA、毎週1便へ運行されている。最も近い国際空港は、ハンブルク空港であり、キールのおよそ南に位置する。ハンブルクと、キール中央駅の間では、シャトルバス、キーリアスが運行されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。